はい、皆さんこんにちは。どうも、公開録画にようこそいらっしゃいました。月刊久保有政という名前なんですけども、実はここにですね、暗号が隠されているということをご存知でしょうか。月刊久保有政の中に暗号が入っております。実はですね、私の名前は久保有政ですけども、下から読みますとね、サマリア僕っていうふうになるんですよ。で、サマリアっていう言葉が入ってるんですね。で、皆さんユダヤのことはご存知かと思いますけども、サマリアって何かご存知ですか？私小さい頃分かんなかったんですけど、これ私の実名でありますけどね、サマリアってこうあるっていうことでね。で、まあ、大きくなってから知りました。サマリアというのは、古代イスラエルの失われた十氏族が、昔いた場所なんですね。で、昔イスラエルの国はですね、ユダヤの国とでサマリアっていうところにこう分かれまして、で、まあ、サマリアのところにはですね、イスラエルの10部族がつきまして、であと他の部族はこのユダヤの方についたんですね。で、まあ、いわゆるユダヤ人っていうのはですね、このユダヤの子孫になるわけですけども、このサマリアの地にいた人たちが、まあ、イスラエルの失われた十部族というふうに言われるようになった人たちであります。で、皆さんのお手元にですね、こういう、レジュメがありますでしょうか。それに沿ってお話ししたいと思います。まずですね、イスラエルの失われた十部族とは何かということなんですけども、こちらに絵がありますけどね。で、これはですね、サマリアの都がですね、アッシリア人に滅ぼされましてね、3年間ぐらい籠城したんですけども、ついに滅ぼされまして、でこのイスラエル人の主だった人たちが全部アッシリアに捕囚といいまして、連れ去られていってしまった。で、そこを絵にしたものであります。で、紀元前721年にですね、このサマリアの都が陥落しました。実はその数十年前にもですね、イスラエルの10部族のうちの3部族ぐらいがもうアスリアに先に捕囚にあっちゃうんですけども、このサマリアの都が落ちましたのが BC721 年で、その後にですね、このイスラエルの人たちというのは、まあ、アスリアの地にいたんですけども、あと故国に帰ることができなくて、離散してしまうと。で、主にですね、まあ、全世界に散らばったとは言われたんですけども、主にどっち行ったかっていうと、シルクロードを通って東の方にこう行ったんですね。北の方にも行った人もいますけど、まあ、結局は東の方に行った人たちが多かったようであります。で、彼らはですね、ここで辛い思いをさせられるわけなんですけども、でどういうところにこの人たちが行ったかと言いますと、このシルクロードの各地にですね、十部族がこう行きました。で、特にですね、有名なのがこのマララ・ユスフザイさんね。で、この人はですね、まあ、17歳でノーベル平和賞を受賞したということで、まあ、有名でありますけども、女性の教育を訴えてね、それでイスラムの過激派から銃撃を受けまして、頭を怪我したんですけど、奇跡的に助かりまして、でその後ノーベル賞を受けられた方ですけどね。でこのユスフザイさんという方の名前ね、これを聞いてですね、もう知ってる人はピンとくるんですね。これはですね、ユスフザイっていうのはね、ヨセフザイっていう言葉なんですけども、ヨセフの子孫、ヨセフというのはですね、イスラエルの失われた十部族の王族のですね、まあ、先祖になった人なんですね。イスラエルの十部族の中でも、まあ、一番中心的な人たちなんですね。だからこのユスフザイというのはヨセフの子孫という意味です。だからこの「私はマララ」という本を書いていらっしゃいますけど、この彼女の本の中にもね、私たちの部族の中には私たちがイスラエル人の子孫であるということが伝えられていますということをね、書いてありますよ。だからこの彼女はですね、イスラエルの失われた十部族の子孫であります。でこのユスフザイ族というのはですね、パキスタンとかアフガニスタンなんかにこう分かれて住んでいるんですけども、あとですね、シルクロードをもうちょっと東の方行きまして、ウズベキスタン、中央アジアですね、あたり行きますとウズベク・ジューっていう人たちがいます。それとかね、あとですね、これ親ルン族なんですけども、こちらにいらっしゃるのがですね、イスラエルの失われた十部族の調査機関アミシャーブというとこのトップでね、ラビ・エリアフ・アビハイルという方です。でこちらがですね、親ルン族の男性でありますけどね、親ルン族というのはですね、インドの北部またミャンマーの辺りに住んでいる人たちです。こういう完全に東洋人の顔です。私たちとそんなに変わらない感じ、東洋人の顔をしています。しかしですね、昔から私たちはイスラエル人の子孫であるといういろんな伝承もあって、で風習も旧約聖書に書かれたようなものがたくさんあって、で私たちの神様はヤーウェという神様であるということもね、いろいろ伝わっておりました。でラビ・エリアフ・アビハイルはですね、そこに行きまして、でもう一度ユダヤ教を伝え直して、そしてユダヤ教に改宗させて、でこの親ルン族の人たちその後ですね、1,000人以上がイスラエルに帰還してね、でユダヤ人として生活しています。で向こうでユダヤ人と結婚したりしてね、で普通に職業ついて、もう普通のユダヤ人として生活しています。まあイスラエルにまだ帰ってない親ルン族もいますけどね。でこのエリアフ・アビハイルさんはですね、日本にも3回来ました。で2回目と3回目は私が同行したんですけど、で日本全国いろいろ調査に同行しました。で一昨年亡くなられたのでですね、残念なんですけども、そういう方がいらっしゃいます。であとですね、ラビア・エリアフ・アビハイルは中国のですね、四川省のチベットのちょっと北側上の中国のところですね、山岳地域でありますけども、ここにチャン族っていうこの方がチャン族なんですけどね、チャン族の方が住んでます。チャン民族とも言います、あるいは羌族とも言うんですけども、その人たちもですね、このラビ・アビハイルが調査しまして、で彼らもやはりイスラエルの失われた十部族の子孫であるということをはっきり突き止めて本に書いてあります。だからね、こうやって東洋人と言われるような人たちにもたくさんですね、イスラエルの十部族の子孫がいます。で彼らはですね、この日本人と同じような顔をしてるんですよ、大体ね。チャン族なんか特に日本人によく似ています。これチャン族の男性ですけどね、でチャン族にはですね、日本人と同じような風習もあるし、またかつ旧約聖書に記された古代イスラエル人の風習、と同じようなのがたくさんあります。で日本の神道と同じようなものがやっぱりチャン族にもあるんですね。でチャン族のことをまた調べますとね、非常に詳しく調べると面白いんですけども、ちょっと、簡単に今日はお話ししますけども、でですね、その後ね、この遺伝子のことちょっとお話ししたいと思います。でね、実はね、さっき言いましたこのチャン族とこの日本人っていうのはですね、遺伝子的にものすごくよく似てるんですよ。でそのことをちょっとお話ししたいと思いますけども、実はですね、このレジュメのところに書いてありますけど、日本人男性の 40% 近くは Y 染色体の D 系統である。で約 50% は O 系統である。で O 系統は典型的なアジア人のものであるということをちょっと書きましたけども、これどういうことかと言いますとね、Y 染色体っていうのがあるんですね、私たちの細胞の中には。ただ男性にしかないんですけども、女性は X 染色体だけであります。 XX であります。で男性は XY なので Y 染色体っていうのがあるんですね。でこの Y 染色体っていうのはですね、遠くの子孫を調べるのに非常にいいんですよ。それで実はですね、遠くの子孫を調べますとね、最初は誰だったかというと Y 染色体のアダムっていうところに行き着くんですね。Y 染色体アダム、古代イスラエル人はですね、東に、西に行った人もいたようなんですけども、主に東に行った。南米なんかにはですね、ヘブル語のものとか、あとメノラーっていって7枝の燭台の絵とかですね、もう発見されたりしてるので、西に行った人たちも多少はいたようなんですけど、主に東にやっていました。シルクロードを通ってね。でだからそっちに行った人の方が多かったようなんですけど、なんで東に行ったのかっていうとね、イスラエルからアスリアに捕囚に行きましたね。でその時ですね、もう一度サマリアの地に帰ろうとしたんでしょうけど、多分そこら辺は、ちょっとアミシャブの人に聞いてみますと、敵が多かったので、どうも帰れなかったんじゃないかと言ってました。そしてですね、実は東に憧れを持っていたという証拠がありまして、